眼科医の平松です。今日は視野についてお話しようと思います。視野っていうのは、普段の言葉でも使う見える範囲のことを言うんですけども、普段言う視野と医学の世界で言う視野っていうのは全然意味が違うんですね。これどういうことかと言いますと、普段の我々の視野っていう視野は、私たちの生活の中でいう視野というのは、両目開けてこうまっすぐ見た状態でどのぐらいまで見えてますかっていうのを、視野が見えるとか視野が広いとかっていう表現しますよね。でも医学の検査の場合っていうのは、視野というのは片目、例えばだから左目をつぶって右目だけで見た時に、そしてそれを動かさない、目動かさない、まっすぐ見たままどれだけの範囲が見えてきますかっていうのが視野の検査になります。視野というものをこう定義というかな、決め事なんですね。だから右目だけで見て目をギョロギョロ動かしたら視野としての検査の意味がなくなりますし、両目開けてしまったら、両眼視野といってまた別の視野にはなるんで、基本は片目で見るのが視野というもんですね。患者さん、あなた自身が視野が欠けた、悪い気がするという場合、多分日本語で言う視野、つまり両目で見た場合、狭く感じるっていうことが多いと思うんです。そうすると実際は医学的な視野は変わってないってこともあります。一方であなたにとっては視野は全然欠けてる気がしないと、なんだけれども医学的な視野は欠けているってことがあるんです。特に視野っていうのは半分ぐらいまで欠けないと気づきません。気づかないことが多いです。例えば緑内障の患者さんとかで右目だけで開けて4分の1ぐらいですね、こう見づらくなっていると、検査をすると4分の1見づらいのは分かるんですけれども、じゃあ気づきますかって患者さんに聞くと、いやいや何にも普通に見えてますって答えます。こんな感じで視野って検査をしないと気づかないもんなんですね。一方で結構悪くなってくると、それがかなり辛くなってきて急に悪くなったように感じることがあります。さっき言ったように4分の1欠けてると、いやいや私大丈夫ですって言うんですよ。で2分の1欠けてきて、なんか見づらくなってきたな、でもうちょっと欠けてくると急に視野が欠けてきたって感じます。でも実際は急に視野が欠けているわけではなくて、徐々に視野が欠けて、半分以上になって感じているっていうことが多いわけですね。もちろんこう急に視野が欠ける病気っていうのもあるんで、またそれは別の問題なんですけども、視野というのはちょっと特殊であって、見えている範囲のいわゆる視野じゃなくて、片目ずつ見た時かつまっすぐ見てどれだけの範囲が見えてるかっていうのを測定していると思っていただけるといいと思います。今日は視野って何なのっていう基本的な話ですねっていうのをちょっとお話ししました。